すいません、キーさん。どうされました？10分の遅延証ください。どうぞ、ありがとうございます。失礼しまーす。あれ？今日文化祭だよな。そっか、俺のクラス、お化け屋敷か。みんなどこにいるんだ？わあ、食ってやる！キモキモキモ、バケモンが食んじゃねえよ！え？宮下？え？ちょっと、お客さんだと思ったんだけど。え、ひかりちゃん、いやさっきのは。私、キモいお化け？いや、そんなわけないでしょ？これでも、いやー！小島、マジうざいよね。明日サボっちゃう？あ、ちょっと待って。かわいい。あ、ちょっとすいません。これが運命の出会いか？エラーになっちゃったんで。僕はエラーじゃありません。はい。ドストライクです。付き合ってください。え？ちょっと切るね。お願いします。とりあえずここから出してもらっていいですか？あ、すいません、つい今急いでるんで、ごめんなさい。あ、ちょっと待って、連絡先だけでも。下がってください。お客さん、こちら来てもらっていいですか？なんでやろ、いつも通るんやけどな。切符見せてください。はいよ。はい、お預かりします。晩ご飯の残りをこれで。なんでやねん、これラップやないですか。切符見せてください。あー、こっちやったわ。はい、お預かりします。梅酒のロック水割りで。なんでやねん、これコップやないですか。切符見せてください。あー、すまん、こっちやったわ。はい、お預かりします。腕立て腹筋ランニング。なんでやねん、これアップやないですか。切符見せてください。こうてなかったわ。なんでやねん。ちょっと駅員さん。はい、どうされました？嘘ですよね。嘘って言ってくださいよ。何がですか？緑の窓口なくなるんですか？あー、そうですね。ここは今日で終わりです。なんでですか？駅員さんがマルスの画面を叩く音や切符が印字されてる音がたまらなく好きだったのに。今の時代、デジタル化が進み、切符すら持たない方も増えてきましたので、窓口の役目がなくなってきたんです。そんな、切符が好きな僕たちの気持ちは届かないんですか？申し訳ありません。他にも人件費など様々な理由がありまして。僕はがっかりですよ。じゃあ使われなくなったここはどうするんですか？今のところカフェになる予定です。カフェ？いいですね。すいません、駅員さん。はい、どうされました？急に雨降ってきちゃって。駅の忘れ物の傘とかダメですか？ダメですね、忘れ物ですので。うわー、困ったなー。ちなみにお客様はおいくつですか？今20歳です。でしたらタダで傘レンタルできますよ。え、本当ですか？はい、相傘というサービスで駅に設置されてるんです。タダなんですか？22歳以下の方はタダで使えちゃうんです。え、ラッキー。若いって得っすね。一般の方でも1日70円ですけどね。タダと70円はでかいっすよ。ちょっと駅員さん。はい、どうされました？これ千円札にして。お客様すいません、駅では両替を受け付けておりません。え、ちょっとできないんですよ。いや、できるでしょ。いや、ここでは改札を通るお客様を対応するのが主な仕事ですので。なんでよ、困るじゃないの。券売機でしたら1万円札も使えますよ。あそこの自販機で使いたいのよ。はぁ、はぁじゃなくて早くしてくれる。なのでできないって言ってるじゃないですか。もうわかったわ、一番安い切符売ってちょうだい。え、140円です。それください。はい。もう少しで終わりだな。ん？この駅こんなに明るかったっけ？ん？ちょっとお兄さん。はい。スマホのライトつけっぱなしですよ。え？あ、ありがとうございます。ちょっと他の方もつけっぱなしですよ。え？あー、え？たまにライトつけっぱなしの人は見たことあるんですけど、こんなにたくさんの方がつけっぱなしなのは初めてですよ。無理もないですって。なんでですか？さっきミスチルのライブで光らせてたんですよ。花火のような光ですね。バケモン、キモキモ、バケモンが食んじゃねえよ。キャー、キー、キャー。どうぞ。小島、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 小
小島マジうざいよね。明日サボっちゃう？ちょっと待って連絡先だけでも、それはただなんですか。140円です。140円です。ちょっと駅員さん、いやできるでしょ。あそ、あそ、あそこの自販、あそ、あそ、あそこの、あそこの自販、あそ、あそこの自販機で使いたいのよ。え